高野純一は、朝日放送テレビ所属のアナウンサー。身長187センチメートル。千葉県船橋市出身。千葉県立船橋高等学校、早稲田大学小学部卒業後、2005年入社。同期のアナウンサーに、高橋大作がいる。2008年12月に、結婚。2009年12月に第一子となる長女が、誕生。現在一児の父。 また、身長が187センチメートルもあり、朝日放送の歴代アナウンサーの中でも一番身長が高いと言われている。プロ野球中継でインタビューを担当する際でも、選手と張り合う身長の高さである。高校時代は、サッカー部で、ポジションはゴールキーパー。また、朝日放送への入社を機に、近畿地方に移するまでは、熱狂的な埼玉西武ライオンズのファンであった。 朝日放送への入社後は、スポーツ中継で、実況、リポーター、テレビ、ラジオの情報番組で司会をそれぞれ担当。2007年以降は、全国高校野球選手権大会中継や、プロ野球中継で実況を務めている。2009年9月には、スポーツアナウンサーの先輩、昇賢祐介が、報道担当に転じたことから、昇賢からサッカー関連番組の担当を引き継いだ。 そのうち関連会社のスカイエーで放送していたインテルミラのチャンネルではコロッソと呼ばれた。FIFA ワールドカップの開催期間中には2010年の南アフリカ大会から朝日放送代表のリポーターとして開催国に派遣されている。2007年より毎年3月上旬開催の篠山 ABC マラソン大会に出場するも3年連続して 途中危険に終わっていた。同マラソン大会直前の2009年2月、かつて司会で出演した、おはよう朝日土曜日ですの放送中に、完走できなければ断髪するとの自ら公約を掲げた。しかし、またしても途中の関門制限時間に引っかかりゴールできなかったため、3月7日に放送された同番組のエンディングでは、辻元茂雄ら出演者たちが断髪を、 行い丸坊主となってしまう。丸刈りは中学の野球部以来12年ぶり。正直、丸刈りなんて言わなきゃよかった、と後悔しながらコメントしていた。現在は長めの髪型に戻っている。翌2010年3月の篠山 ABC マラソンでは、4度目の正直でようやく念願だった自身初めての完走ゴールを果たした。2012年からは、 先輩アナウンサーの公認リポーターとして、東京箱根間往復大学駅伝競争のラジオ中継に参加。同中継のネット受けを実施している朝日、放送ラジオでもリポートの模様が放送されている。さらに、同年のラグビーシーズンからは、朝日放送テレビ制作のラグビー中継にも携わるようになった。2015年3月7日からは、 スポーツアナウンサーとしての活動を続けながら、ドラバンの第2代男性ナビゲーターを担当。2016年4月27日には、朝日放送テレビの制作で放送された、スーパーベースボール、阪神対読売ジャイアンツ戦中継で、地上波テレビの全国向けへプロ野球中継での実況デビューを果たした。8月21日の、 第98回全国高等学校野球選手権大会決勝作新学院大北海でも実況を務めた。テレビラジオテレビラジオ2018年4月1日に旧朝日放送の認定放送持ち株会社化に伴いアナウンサーは全員朝日放送テレビ所属となった。おはよう朝日土曜日です一年先輩にディーン・フジオカがいる。 第88回箱根駅伝中継実況、解説者紹介文化放送2018年4月6日、閲覧朝日放送ラジオ、サクサク土曜日、中村雄二です2016年8月6日、放送文、おすちゃんのおしゃべり宝箱コーナーで、スポーツアナウンサーの先輩でもある、中村雄二が予告。2015年まで担当していた清水は、高校の教師に転身するため、 2016年6月で朝日放送を退社した。ありがとうございます。